日本ハムは7月23日のオリックス戦、ホットモット神戸、257と敗れ39年ぶりの12連敗を喫し、借金は17まで膨らんだ。昨年、ノーヒットノーランを達成するなどしたコディ・ポンセに連敗ストッパーの役目を託すも、1 1と同点の7回に急遽、請求球を乱す。先頭の若月県也に内野安打を許す。 と一死後、1番野口智也には支給。続いて出てきた代打頓宮優真には支給を与え、一死満塁とすると、迎えた紅林幸太郎に適時二塁打を許し、1、3と逆転される。ここでポンセが降板となると、2番手の玉井大将が絶好調のレアンドロ・セディーニョに4試合連続弾となるダメ押しスリーランを被弾。重苦しいムードが漂った。 9回にはアリエル・マルティネスがキャリア初となる満塁弾を放ち意地を示したがあと一歩及ばずチーム39年ぶりの12連敗と負の連鎖を断ち切ることはできなかった前半戦は一時4位まで浮上するなど上位戦線をうかがうかと思えた日本ハムの急失速には9回内からもさまざまな考察の声が上がっている 現役時代は太陽、現 d n a で活躍、引退後は日本代表コーチも務めた高木と洋二は24日に更新した自身の YouTube チャンネルで救援明けの2試合の各球団の戦いぶりを振り返っている。 その中で12連敗と苦しむ日本ハムに関してはちょっと深刻だなとして要因には強烈なエースがいないだけに連敗が止まらないという見方を示した例えば山本吉野部イコールオリックス佐々木・ローキーコールロッテ山下・春平大イコールオリックスと具体的なパ・リーグ各球団のエースの名前を挙げながら 絶対的な力を発揮するエース不在の影響も大きいとした日本ハム先発投手陣は現在6勝るとチーム勝ち頭の上沢直之を筆頭に WBC にも出場した伊藤博美左腕加藤隆行など試合をしっかり作ることができる投手は多い実際にチーム防御率はリーグ2位の297と安定しているも ここまで負けが込むとプレッシャーも大きくなってくる相手打線を封じ込める絶対エースの存在が待たれている一方でこの日の試合ではミスも足を引っ張った9番「遊撃」で先発した山田遥は3回5回と2失策8番「二塁」で先発した上川畑大吾も4回に失策と1試合3失策を記録 チーム58失策23日現在はリーグワーストとなっている。リーグ最小のオリックス。ソフトバンクの28とは30も差がついており、投手力のチームとあってリズムに乗れない背景にはこういったミスの多さも影響を及ぼしているようだ。借金は17まで膨らみ、最短で29日にも自力部位が消滅する。就任2年目。 開幕前に優勝しか目指さない。と指揮官が公言して始まったシーズンが勝負の夏を前に消化試合では寂しすぎる。選手の意地に期待したい。私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりです。去年チーム内トライアウトやってるくらい人材がいなくてさらに近藤にも逃げられてるんだからエースいないのは最初から分かってるでしょ。 深刻なのは他球団が弱点を攻めてきた時にどう自分たちは変わらないといけないか論理的に物事を考える人が誰もいないことではないでしょうか上昇と言われるチームは相手の変化にうまく対応する頭脳を持っているものです絶対的なエースがいればそりゃ良いに決まっているが今の問題は頻打戦と接種が大きな要因だと思って見ています 戦力を見極めるために打順やポジションをいろいろと試していたうちは良かったけど怪我人の関係などがあったにせよいつまでもそれを続けているうちに選手が自分の役割を見失って打線が戦ではなくてになってしまっているのが大きいんじゃないでしょうか守備も肝心のセンターラインが日替わりですから落ち着かないですよね まあでもその状況を打破していかないといけないわけだから選手皆さんの一層の奮起を期待したいです。